来月、日本を代表する昆虫学の大会が佐賀県で初めて開かれるのに合わせ、佐賀大学は県内のさまざまな施設と連携し、昆虫にちなんだイベントを行うと発表しました。日本昆虫学会は昆虫学の研究などについての講演やシンポジウムなどを行う大会を毎年開催していて、今年は初めて佐賀県で開かれます。これをきっかけにさまざまな昆虫に興味を持ってもらおうと、佐賀大学では有田町の県立九州陶磁文化館や佐賀市のシアターシエマなど県内32の施設と連携し、今月から来月にかけて昆虫をテーマにしたイベントやグッズの販売などを行います。期間中、各施設にはスマートフォンなどで読み取れるデジタルスタンプラリーのコードが設置され、読み取ると昆虫の画像や情報が見られるほか、スタンプを集めて応募すると文房具セットやクリアボトルなどが抽選で当たるということです。佐賀大学の徳田誠教授は、生物の多様性や自然保護への理解を深めるきっかけになればとしています。